そっから今日タイトルにしたバスケスバイロンの話なんだけど、レオザット分析でみ見たんですよ。バスケスバイロンに関しては、経緯説明すると2位のね、ベルディの主力の右ウィングで、で、チリの選手で、左利きの、すごい仕掛けられる、左利きで仕掛けてくんだけど、右足でのクロスも得意で、馬力あって、プレスも、あの前のプレスもプレスバックもどっちもすんだよ。一番似てる選手困んかなみたいな。 そのぐらいいい選手なのよ。で、青森山田で黒田監督にスカウトされて、そこで成長して、そこから移籍とかいろんなのを黒田さんがサポートして、岩木行って、岩木からチリ行って、コロナのあれで出れなくて戻ってきて、で、その後ベルディ行ったのか。岩木一回挟んだのか。ちょっとその辺の順序ちょっとふわっとしてるけど、ごめんね。で、そのベルディで主力だったのに、この7月21日に移籍して、もう出れちゃうから、この間の試合は出てなかったんだけど、まあ、ベルディからまあ町田に移籍したと。 だから、そういう、めっちゃ、まあ、普通に J リーグにいて、スリート能力でも技術的にもかなり、レビチというか、普通にもう、で、日本国籍も取るらしいから、普通に海外でも活躍する選手。名前も募集してたらしいんだよね。で、そういう選手が、まあ、お金と黒田さんっていうところで移籍するわけじゃん。っていうので、2位のチームから1位のチームにね、移籍するから、すごく、まあ問題になってて、サポーターの人からしても、めっちゃ腹立ってるみたいな。 これがね、確かにサポーターの人からしたら、ふざけんなみたいな。バスケスバイロンみたいな。で、チームメイトの選手も、バスケスバイロンが移籍した日に、センターバックの谷口って選手がインスタで金で飛んでったみたいなやつやって、で、他の誰もバスケスバイロンのインスタの投稿にはいいね押さないみたいな。ってなってるらしいんだよね。 で、これで、まあ、そういうサポーターの人からしたら、やっぱり、すごく頼ってたというか、もうチーム勝たせてて応援もしてた選手だからそういう風になっちゃうんだけど、バスケスめっちゃ上手いっすね。だから切り返しとかマフレズみたいに深いけど、マフレズの方がもっと細くて、あの前にドリブルで相手を翻弄するみたいな感じだから、バスケスバイロンの方がもっとフィジカルが、あ、だあれ、アブデって選手分かるかな、バルサの。あんな感じの体型なんだよね。でももっと周り見ながらしか、だから、まあ一番コマンが近いなっていう。で、まあそのバスケスバイロンが移籍するから、まあ、サポーターの人も腹立つし、 部長の人も話し合ったけど話し合ったはあれかなジョ城クさんのコメントとかなんか移籍もう、まあ、止めれなかったみたいなでお金はしっかり置いていってくれてその部分はこっちとしても仕事したと思うみたいなまあそれはサポーターの人な,ぐなだめる意味での発言でもあると思うしねでもそのお金使って大金で選手取ってくるとその選手をキープするのにお金めっちゃかかったりマネジメントも厳しくなるから使えるわけじゃないけどみたいな。 で、ジョークさんも、その、強奪って言葉正しいか分かんないけど、みたいな。ただ、この時期に世界的にサッカーリーグ2位から1位に移籍するってあり、ありえんのか教えてほしい、みたいな。だまあ、まあ、そっ切れてる。ただ、2部リーグの2位から1位は全然ありそうだよね、みたいな話は思ってたし、思ってたっていうか、この記事を調べながら、ヨーザ学園内では人と喋ってたんだけどね。バルサからレアル、レアルからバルサで首位争いしてる時はないけど、2部のね、例えば、ジローナからレガネスとかは全然あるじゃん。 で、なんでこの話を取り上げたかっていうと、これは、もうね、これがプロサッカーなんですよ。だからいつも僕、あの、言うじゃないですか。監督って実際、チーム強くしてるかっていうと、現場監督でかっこいいけど、実際はオーナーだったり、そういう企業としての、集団としての戦いだと。で、それをちゃんと、ベルディの人が言ってて、こういう、 ピッチ上だけじゃなくて、ピッチ外含めて、勝たなきゃいけないみたいな。だから、うちでも、おばたろに2倍、3倍の給料を出せます。しかも、もともとおばの恩師の、チームの監督が求めてますって言ったら止めらんないんですよ。で、それをやってくる人に対して、サポーターが怒っちゃうのはわかるんだけど、今回のベルディのスタンスとしても、それはある世界だからって言ってるのはかっこいいと思ったし、やっぱそこでね、恨み武士みたいな感じじゃなくて、まあ、多少は言っちゃってるんだけど、<laughs> でもそれでも、そこまで含めて、総力戦っていうのを、もう、 見せつけてる。で、それをね、今回の,あの FC 東京から鈴木純也って選手を間違だてったけど、こういう風にね、やっぱ必要な選手をしっかり連れてくるし、それが相手の戦力ダウンにもなるんだったら、だから、まあ、藤田さんのやり方、正しいんですよね。資本主義の中でサッカービジネスっていうか、ビジネスやるんならこういうことだから。からサポーターの人はやっぱり感情で好きになってるし、それがないとサッカー界盛り上がらないからね、みんなが合理的な人だったら。 そもそもサッカー見に来ないっていう話になるから。なんだけど、チームを強くする、チームが弱くなる、チームをこっからもっと上に行かせるっていう、その一本筋、その筋だけね。その筋だけで見ると、バスケスバイロンを金使って取りに行くっていうのは、超正解なんですよ。 やんなきゃいけないことぐらいの感じだね。だからすごいなって、そういうところはやっぱ町田は強くなるべくしてなってるなって思いましたね。斎、まあ、藤学のフロンターレ遺跡はだってあれだもんね。海外遺跡視野に入れてるから単年契約にしてあげたらライバルチーム行ったんだもんね。それはね、まあ、毎回このチャンネルでちょっとネタになっちゃうけど、それで斉藤学部誤り行くときちょっと微妙に距離遠いとこまで、うっす、みたいな。誤 <laughs> りの行き方だから。 それなんか、ペットボトルとか、缶とか投げられてが危ないかもしんないけど、それ行かなきゃいけないとこだったりするんだよ。そう。だから、ま、ジョークさんの話はこれ、あの、ピッチ上でのね、俺らサッカーでやるかみたいなのはちょっと一旦置いといてっていうか、そこは俺、サッカーを見てないからわかんないけど、その、バスケズバイロンを町田が取ってやっていくっていうこのやり方はめっちゃ荒れてるって聞いた時に、え、俺んだみたいな。正直、僕はそう思っちゃったぞ普通じゃないみたいな。まあ、サポーターの人からしたら、まあね、 この時期にライバル持ってかれてって普通じゃないんだけど、でもビジネスにおいて、で、サッカーチームが上に行くってことにおいては普通なんですよね。えー、最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心にしゃべりましょう。はい